じゃあ、読んでいきます。問4の13。飼料の発酵貯蔵は塩を使わない方が良いでしょうか？シュタイナー博士、それは行き過ぎたやり方です。それは超生命的プロセスともいえ、そのプロセスが行き過ぎますと、状況によっては非常に害になります。問4、14。飼料の酸味化による保存食化を抑制する良質のチョーク成分は動物に有害でしょうか？ですね、ちょっと待って、そのチョークってさ、書くやつ。訳されてるんですけど、農業講座には石灰ってなってんだよね。ちょっと、これチョークってなんかおかしくない？ ごめんなさい、なんかそんな言い方なんですけど、チョークじゃちょっとわかんないよねって、まあ、石灰だっていうことはわかるんですけど、と思ったりします。でも、ちょっと読み替えないと意味がわかんなくなるかなと思って。で、わあ、すごいね。動物は有害でしょうか？第6時間。4の14、シュタイナー博士、良質のチョーク成分によある種の動物は耐えられません。ごめんなさいね。良質のチョーク成分にある種の動物は耐えられません。病気になります。耐えられる動物もわずかにいますが、それが何かは即答できません。一般的に多くの動物によってチョーク成分は役に立たず、逆に病気になります。問4の15、胃酸はチョーク成分で中和されると思うのですが、シュタイナー博士、胃酸が役に立たなくなります。16ですね。問16、問4の16。個々の事柄とどのような心的態度で向かい合うかは大きな意味を持たないのでしょうか。穀類の葦と害虫を殺すために何かをまくのとでは大きな違いです。内的な態度が問題になるはずです。ここで紹介された害虫駆除手段は、害虫を機械的な道具を使って駆除する場合より、カルマ的に対して大きな影響を及ぼすことはないのでしょうか。シュタイナー博士、心的態度における本質は、それが善意によるものか悪意によるものかでしょう。また、あなたがおっしゃった破壊するときとはどういう意味合いでしょうか。こういう事柄について考える際には、全体の様子を見てください。本日の講演を、また、講演を行われたままの姿で考えてみてください。例えば、私は次のことに注意を向けていただきました。事柄が分かっていますと、事柄の外見からも、例えば、亜麻の種子や人参の外界からも、それが動物内でどのようなプロセスを行っていくかがわかるのです。ここで人が行うこの種の客観化は、それが現実のものであるとするなら、ある種の経験差で満たされていなければ行えるものではありません。行い得るものではありません。そしてあなたは、人類への奉仕、宇宙への奉仕を自分のものとするのです。生じうる有害なものを心的態度によって邪悪な意図にしてしまう点が問題でしょう。そのようにする場合、そこにはすでに邪悪な意図があるはずです。同時に、モラル性が全般的に促されているならば、それが何らかの形で悪く作用することなど私には考えられません。動物を追いかけて殺すことの方がまだ醜悪だとお考えなのでしょうか。問4の17。私が伺いたかったのは、どう破壊するか、つまり機械的手段による破壊か、それとも宇宙的作用によるものか、そこに差があるかという点です。シュタイナー博士。ここでも非常に錯綜した事柄が問題になっていて、それを理解するには、やはりそれをより大きな関連から俯瞰する必要があるのです。あなたが魚を一匹海から引き上げ殺すと仮定しましょう。ここであなたは
何かを殺しますが、これはある特定のレベルでのプロセスです。次に魚卵がたくさん入った海水を何らかの目的で容器にいっぱいすくい上げたとしますと、同時に非常に多くの生命が奪われます。こうして一匹の魚を殺すのとは別なことを行いました。あなたが行ったことは全く別で、別なレベルにあるプロセスです。自然界に存在する何かが大人の魚に成長する、したとするならば、それは一つの道を取ったことになります。もしこの道を逆戻りさせるならば、あなたは何かを無秩序にもたらします。執着にまで達していないか、あるいは完成した生態という行き止まりにまで達していないプロセスを、もし私がそこに達する前に止めますと、それを完全な生態にまで導くときに行うことと同じことはしていません。したがって私はあなたの質問を次のように狭めなくてはなりません。私が動物駆除のための胡椒を作る場合、どこが不正なのかと、胡椒によって駆除する対象は別の地域に活動していて、ここでの考慮の対象ではありません。ここで問題になるのは、この胡椒を作るために必要となるものだけです。多くの場合で、この動物種を集めて何らかの方法で殺さなくてはならない場合より、この方法の方がずっとわずかな動物を殺すだけであるということが明らかになるでしょう。抽象的にではなく、より具体的にこの問題を考えれば、あなたにとってこの問題はそれほど恐ろしいものではなくなるでしょう。と、ここで切っておきます。あと8分になりました。今日はここまでかな。8月も終わりますね。やれやれ。そうですね、早い。本当だ、うん、そう、最初のところは使用のことですね、発酵のこととか保存のこととか、うん、石灰がちょっとなんか書かれてますが、うん、まあ、ここら辺はそんな、まあ、そういうことかみたいな。石灰とか塩とかいうことの内的な意味というか。塩については、その前も、前回でもね、話してたことだと思うので、まあ、そういうことかと思っていただいたらいいのかなと思っていますが。そのチョークっていうのは、その石灰っていうのは、普通、よし、動物の何かの時に使ったりしてるんですかね。こうって質問出てくるってことは。石灰を使うってどういう使い方なんだ？餌に使うってどういうことだ？石灰を使うって。ね、なんか遺産をなんかその、なんだっけ。ねえ。遺産、緩和させるような形ダで、メで中す和ね。させるかって書いてあるけど、そういうので使ってたんですかね。使ってるんですかね。なんか。ねえ。ちょっと想像できない。石灰っていろんなものには変わるから、アルカリです。わかんないな。肥料、そう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 。肥料として、ね。肥料として、あれ、遺産だから酸化。アルカリ中和する。ってことかな。ですよね。ねえ。ちょうど、なんだっけ、石灰。あ、そう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 。有機認証に使っている資材を全部こう証明書を取らなきゃいけないんですよね。外から買ったものとかは。で、うち、正直使ってないんですけど、でもその、畜産やってるところは、衛生管理として、その牛の動物、特に牛舎の前を、まあ、踏み込み、水槽とか、
何かしらでこう、まあ、消毒しないといけないルールがあるんですよ。で、その石灰をね、撒いておくっていうことが、まあ、一番単純な、やり方なので、消石灰を使ってますっていう、流れを言っといて、言っといて言ったらな、その消石灰の、成分証明書みたいなのを作らなきゃいけなかったから作ったんですけどね。その時に、農協が仕入れてるその会社のホームページを見て、ああ、こんな風にいろんな製品作ってんだな。まあ、石灰って言っても、北海道は北海道の石灰があるんだってこともちょっとそれで分かって、おお、なかなかいいじゃん。それは思ったんですね。うん。なので、その製品数いろいろあるっていうことは見たんですけど、ちょっと資料までに、パンフレットもあったんで、さらっとは見たんですけどね。餌に使うようなものあったのかな？ちょっと、そこまでは確認して見てなかったな。でも、ということが、なんか、とにかくそういうものあんまり使わないんでね、わかんないですよね。すいません。知識がなくいやいや、でも、ちょっとびっくりかなって、石灰入れちゃうのかなと思って。て。そう。ちょっと、ないことだと思うので、それは。で。その次の、質問の内容が結構、ちょっと大切かなと思ってます。タイナーも、いろいろ話してるように。どうした？なくなっちゃった？また戻った。いや、大丈夫。まあ、この最後の章のところで、そのペッパーについて、胡椒ってここでは訳されてますけど、その木の灰だったり、木と、虫を集めた虫を焼いて、木の灰を作って、その胡椒のようなものを作ってっていうことから、まあ、したいのは、それを胡椒とペッパーと言っている、胡椒、ものなんですけども、それをね、やっぱその殺すとか破壊するっていうような気持ちを持ってやるのと、まあ、その人少しの、まあ、50匹だったら50匹の犠牲を持って他の虫たちをその要素がそこにないいらないから自分たちは他のところに行くとか安定してそれ以上の生産をしないとかいうふうにその虫そのものに働きかけるそのなんだろうな殺すのではなくてねそういうことをするんだっていう気持ちでやるのとでは、全然その効果も、その土地とかその環境に働かせられるエネルギーも変わるよねって、まあ、簡単に言うとそういうことをしたいのは言ってたのかなって、思います。これ、とても大切なポイントだと思うので、特にスタイナー的なその要素と、やり方として、ペッパーの、知恵をここでこう伝えているので、それの方法だけがこうね、走っていっちゃうと、やっぱり、環境のバランスというかね、良き方向に行くための、知恵だったものが違うものになってしまうので、それだけはこうちゃんと捉えておきたいなっていうところで、まあ、ね、読んでる私たち、鳥山さんは本当にわかると思うんですけれども、あと1分半です。なんかやっぱし、共生していくっていうのが本当にね、すごく大事なとこでもあって、そのバランスだけがね、偏らないようにというか、この後すごいナメクジとか多くって、でも、こういう環境好きなんだねっていうのがわかるから、だから作物とかどこにはそういう環境にならないようにじゃないけど、で、そういうとこじゃないとこにいても、それは全然こう、いいよみたいなね、こういうとこにいるよねみたいな。ハウスの端っことかね。でもそれがこっちの野菜の方にこういっぱい出てきちゃうようなことになると、それは本当にあれだけど、今んとこそんなに
なんか前はナメクジがよくこう入っちゃったりとかしてたんだけど、この頃入ってないから、野菜の中にね。だうん。そのなんかバランスはうまくいってるのかなとか、で、今年今虫にあんまり、年、杉の舞いっぱい、杉の舞いてるんですよね。うん、それって次大のきい茶かけてる。ですね。そう、今年、大きいすと思ごう。い一般的には虫多いですよ。そうですよね。木がこう、かなり枯れてるほど。そうだよね。ね。ナスもピーマンも、木は小さいんです。大きくなれなかったんだけど、あんまり。だけど、虫とかついてなくて綺麗なんです、結構ね。前だったらもっとこう、テントウムシダマシにこう舐められたりとか、かじられたり。